間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日は楽器の紹介というよりは、皆様に、こちらのお知らせでございます。ニュース等で、いろいろと報道されておりますので、街で皆さんもこのようなポスターをご覧になることがあると思いますけれども、当店もこの 5% 還元の対象の店舗になっております。ただし、当店で今のところ対応しておりますのはいわゆるスマホ決済ではなくて、いわゆる、クレジットカードですね、の決済、マスターカードあるいは、ビザにのカードをお持ちの方、それはクレジットカードで決済していただきますと、この 5% が皆様に還元されるという、これはカード会社を通じての還元方法になりますので、その支払いの時に相殺されるようなものであったり、それはカード会社に、方法はカード会社によるようでございます。それと、もちろん、カードの使用限度額に応じてというのもあるんですけれども、それよりもさらに、制限が付けられている場合がございます。例えば、200万円の楽器を買ったら、じゃあ 5% 戻ってくるのかと言いますと、カード会社によりましてはその毎月の 5% 還元額に1万5000円というような枠を設けているところもあるようです。そうしますと、30万円の楽器、5% で1万5000円、30万円の楽器までしか、この枠は使えないということになります。それらについてはこの 5% 還元の仕組みというよりは、各々の使用されているカード会社によってその制限を設けているようでございますので、そちらは使用されるカード会社にお問い合わせいただきたいと思います。本日はこの 5% 還元、キャッシュレスで 5% 還元のお知らせでした。皆様のご利用をお待ちしております。